お、前方後円群だ。どっか何か海底はないの？あ、ここじゃな。横に歩いて聞いたんだけどね。はい、ここやわ。はい、赤山君。すぐ横でございますけどね。あの、ワニ氏の墓があったとこ行ったからね。あれからすぐ横でございますけどね。はい、じゃあこっちから上がってみましょうかね。赤土山古墳でございます。全長が100メーターちょっとあるんやけどね。前方後円墳でございます。高さが10メーターないかぐらいかね。ここなんだろうね、この山は。関係ないか、あれやな、あれでございますね。ああ、これ下、濡れますね、これ。あ、横に2号墳があったわけか。そういうことか。これが2号墳でございます。2号墳でね。わかってるでしょ。ああ、濡れるね、これは。ズブズブでございます。こっちから行きたいんだけど、行けるかね、これ。あれは、あの階段上がったんやけどね。階段上がりましょうか。あら、これ作り出し分が見えるんやけどね。いやなこれ。これ嫌やな。いやこの状況でございます。はい、草がいっぱい生えてるからね。やっぱり真冬にこんなのはあかんね。これは奈良はもう蛇の宝庫でございますからね。ということは向こうの方が後円墳なのかね。赤土山古墳中ぐらいやから吹き石がなかったのかね。あ、だいぶ高いね、向こうの方がね。100メーターちょっとぐらいかな。あら、シャープか。シャープさんの、なかったね、あそこに。展示場かなかんのかな。行けるかな。あら、シャープさんや、これも。あらあら。いつもあの、反対側から見えるやけどね、シャープさんだってもね。真横かいね。いや、はや。ほな、ちょっと後で寄ってみようか。いや、何にも立ってませんわ、日も。それから、石室とか石棺とか可能性はあるのかね。わからんか、これでは。ここにね、くぼみはあるけど。いつも見てますのがね、あの向こうから見てますね。向こう側からね、反対側から西川。シャオさんの建物ちょうど見えます、西川。あの辺の山からね、ずっとね。これが、ここが二条だ。ずーっと桂木山があって、わからんか。わからんな。二条の桂木山。で、ずーっと金剛山。あら、紀伊山脈。わかりませんね。で、西名阪が横を通ってます。はい。で、こう、シャープさん。ここ初めて来ましたわ。ここは、今日、東大寺山古墳に来てやっと分かったぐらいでね、まあちらちらと出てたんやけどね、あの地図上では。なかなかね、整備された、入りました。あの向こうがね、東大寺山古墳があるんだけど、入ったけどね、竹やぶの中でしたわ、後円部は。ああ、いいね、これ。くびれも分かるし、これ、ね、犯人分からんしたろ。はい、ありがとうございます。そしたら下降りてみようか、これ。ね。下降りてみましょう。あら、これシャープさん建物、これもう誰も住んでないの、これ。窓ガラスが、開いたままになってるで。あ、シャープさん入られんのか、これ。作り出しがこんな横にあるんかね。ちょっとよくわからんねんけどね。これが作り出し、普通はね、大概、
こういうこと豊富の間が多いんだけどね、こんな横に作るか。もう埴輪も鳥やろ、造形埴輪で家やろ、あと長んの円筒、円筒向こうあるか、切綱作りやからね、あれは、なんかな、どこだろう、出雲かね、出雲で流行ったんかね。こうね、ほんで芝生広場、いやー芝生広場でこれ雑草広場になってますね。芝生広場言うたら こんな芝のこと言うんですけどね、もう雑草になってます。おお、ベンチもありますよ。こんな何年な、これ管理ちゃんとしないとね。もうこんなのが出てきたの、刀、飾り刀はなかったんかよ。こう珍しいな、タイヤが出てくるんだけどね。シャオさん行きたいんだけどね、行けないんじゃないですか、一回降りらないと。あれ確か開いてるよな、使ってないかねこれ。シャオさん、シャオさんちょっと行ってみたいんやけど入れないかね。これ入れませんか。大きいね、円筒埴輪、くびれ部、石がいっぱいあったわけやな。あ、これは朝顔型埴輪っていうの、これね、たまにどっかで見るけどね、いろんなところでね。はい、ありがとうございました。赤月山古墳でございました。全長が100メーターちょっとあるかな、105、6メーターか、高さが10メーター未満ですね。で、公園になってます。滑り台もありますよ。はい、ありがとうございました。